2009年5月19日、結婚してまだ50日の新婚の時に、嫁の飯がヤバすぎると気づいた一。その嫁のヤバすぎるものはご飯だけではありませんでした。結婚して50日。嫁の飯がまずいと結婚してようやく気づいた。袋入りでソースが粉の焼きそばを、フライパンの縁いっぱいにタプタプに水を入れてこね回し、なんだかよくわからないブヨブヨで焦げ臭い塊に、パセリ単価と白菜生、セロリ生と鶏肉の切れ端生が混ざったものにしたのを出されてようやく、ダメだと本格的に気づいた。食欲がないと言って残したら、次の日の弁当に無理やり割ったそれが入っていて、会社の同僚に見つかった。泣きついた。その夜は同僚の家にお邪魔した。同僚の奥さんはかなりの飯うま。同僚も奥さん本人も、うまくない。凝った料理は作れないというが、基本の料理をきちんと作れて家庭のお惣菜は何でも濃いの、昔のおかんという感じの人。超うまいチキン南蛮と、自家製青じそドレッシングのかかった京菜と新玉ねぎのサラダと、新じゃがいものきんぴらと、豆腐と油揚げの味噌汁と、真っ白いご飯を食っていたら、泣けてきた。本当にどんどん泣けてきて、ついに号泣。29の男がおんおんと声を上げて泣いた。同僚と奥さんあぜん。俺も正直あぜん。どんどん食べな、とご飯を追加で炊いてもらって、ご飯を鍋で炊いているのにさらに泣いた。本当に、どれだけうまい飯が嬉しくて、まずい飯がどれだけ答えるか知った。ご飯を2合食って、泣きながら嫁の飯がまずくて、どれだけ言って聞かせても逆ギレするだけと話した。弁当箱の中に残していた焼きそば的なものを見せて、泣いて話した。奥さんは私も他人のこと言えないよ。と同情的だったが、それを見て絶句。焼きそばだと言うと、うーんと困り顔。奥さんも仕事を持って忙しいが、本当に基本のことなら、私でよければ、と料理を嫁に教えてくれると言ってくれた。帰って嫁に、同僚の A の奥さんが料理を教えてくれるって、よかったら、教わってみないか?と言ったら嫁がんぎれ。結婚した時のパーティーの後、A さん送って行った時に見たわよあの人。あんなブスに襲われるはずないじゃない。いろいろあって、今離婚協議中。ああ、飯まずだけじゃなくて性格まででまずだったんだな。なんで気づかなかったんだ。そのいろいろの部分を教えろよ。つかここの住人はすでにその焼きそばでは驚かないのが、なんかもうね。ちょっときつい性格だとは思っていたし、自分が美人なことを知ってる性格だったけどそこがまた可愛いと思ってたんだ。浅はかすぎた。あ、言っておくけど別に同僚の奥さんはブスじゃない。特別美人でもないが、いつもは普通に可愛い人だ。送って行った時はすでに明け方で、化粧なしにパジャマに髪も何もしてなかったんだから、やぼったく見えて当然だと。嫁もそれ言った後に罰の悪そうな顔をしたが、俺はもう何も言う気力もなく寝室に引っ込んでしまった。次の朝起きて、朝食の時に、揚げ餃子とセロリの入った味噌汁が食卓にあって、なあ、本当に教わってくれよ。俺も一緒に教わるよ。一緒に頑張ろうと諭してみたが、無視。また悲しくて涙が出た。それを見た嫁が、なんでこの料理じゃダメなの?普通のお味噌汁と同じじゃない。と、またガン切れ。どこが普通だ。と泣きながら言うと、嫁も泣きながら。普通じゃない、油揚げとか油物だし、長ネギでしょ。はぁ、これはセロリだ。何言ってんのよ。お前が何言ってんだ。会社で A にそれを話して、もう疲れたもう嫌だ、そんな言い逃れをする女じゃないと思うんだ、と愚痴った。もしかして、根本的に食材の名前がわかってないんじゃない?よく思い出してみると、嫁の作るものはいつも何かがおかしい。味付けもおかしいんだが、ハッシュドビーフに豚肉、サバ味噌といって出すものもサボし、ちりめんじゃこの浮かんだ味噌汁もよく出てくる。とりあえず同僚に、奥さんにはとりあえず保留ということで、申し訳ないと言っておいてくれと伝えて、その日から一緒にスーパーに通った。無理やり連行した。案の定、肉類は何の区別もついていない。牛豚鳥の区別がついていない。肉は肉という一括り。魚は丸のままだと何の区別もついていない。切り身になると赤身白身の区別はついていた。煮干しとちりめんじゃこは同じもの。干物類はちょっと大きな煮干し出汁が取れるという認識。味の開きのぶつ切りが入った出汁なし味噌汁の理由が分かった。わかめと昆布の区別も同様。わかめが大量に入っている鍋物や味噌汁の理由が分かった。ひどかったのが野菜。本気で長ネギとセロリの区別がついていない。ラディッシュとさつまいもの区別がつかない。書いてあるだろ?というと、スーパーで買い物なんかしたことないから、棚に書いてあってもその上のものを指すのか、下のものを指すのかわからないし、そもそも偽装するから信用できないそうだ。一つ一つ教えたんだが、肉なんかどれでも一緒でしょ?いちいち貧乏くさい。とか、店が嘘ついてるかもしれないでしょ?肉がどれも同じはずはないと思うんだが、本人曰く、ビーフステーキもチキンステーキもあるじゃない。同じだから同じ調理法なんでしょ?
だとさ、へりくつすぎる。そんなこんなで2週間ばかり、これは鶏肉で、これは長ネギだよ。今日は親子丼とかどう？みたいな感じで、食材を限定してなるべくシンプルな夕食を作ってもらっていた。A の奥さんにレシピノートをコピーしてもらったんだが、それも奥さんのお母さんからの大の昭和40年代からの新聞や、雑誌や料理本の切り抜きに細かく書き込みがしてあるもので嫁に見せるとまた、貧乏くさい、とかキレられそうだったので、いちいち俺が文章に起こして渡していた。それでもまだ、ウスターソース調味料をすべてこじゃれた瓶に詰め直しておいてあるので、濃縮だしと間違えたのか、創作なのか未だに不明に、鶏肉と長ネギを入れて、割り入れただけの卵といてないをかけて焦げついたりしたものが出てきていたが、食材を買うところからいちいち口を出しているので、調理過程には口を出していなかった。その2週間が過ぎると、急にものすごく料理が手抜きになった。ご飯は砂糖のご飯、味噌汁はインスタント。惣菜はスーパーやデパ地下。嫌になったかなぁと、ちょっと反省しながら。なぁ、A の奥さんに教わるのが嫌なんだったら、お母さんに教わろう？ちょっとずつさ、習おうよと言ってみたら、嫁顔真っ青。いや、やめて。お母さんになんか習いたくない。え、あ、そう？ A さんの奥さんに、習ってもいい。習ってもいいじゃなくて、教わりたいだろ？うん。別に義母と嫁は仲が悪いわけじゃない。ごく普通だ。なんだろうこのリアクションと思ったけど、嫁なりのプライドかと思って何も言わなかった。A の奥さんは仕事を持っている人で、正直とても多忙。それから日程の調整をつけるまで、またちょっと時間がかかった。その間、二日手抜き俺にとっては天国が続いたら、1日は何やかしと作ってくれる。相変わらず味はおかしかったし、謎のものも入っていたが、俺はその頃割と楽観していた。嫁はおとなしいし、絶対作ってるところ見ないで。というけれど、食後の片付けも何もかもやってくれるので、心を入れ替えたかなと思っていた。それから16日後、俺が多分一生忘れられない日に、味噌汁、ご飯、目玉焼き、厚焼き卵、焼き魚、野菜炒め、鶏の照り焼き、カレーを教えるために、A と奥さんが朝から来てくれた。一日中朝昼晩と一緒に作って、それなりに楽しく過ごす予定だった。が、嫁が朝からいない。何か食材に買い足しだろうか、それとも DVD でも借りに行ってるんだろうかと、そういう遊びの部分もあるつもりだった。軽く構えていた。奥さんは、私勝手に台所入らない方がいいですよね。と言うんで、あ、じゃあちょっと茶でも。じゃあ私お手伝いします。とものすごく久しぶりに台所に入ったら、奥さんが俺の後ろで悲鳴を上げた。あひゃあひゃ、ひゃあわーみたいな感じで。仕事柄もあって着物座った彼女がそんな悲鳴を上げるなんてありえないと思っていたんだが、俺も遅れて絶叫。壁にびっしり張り付いた牛、大量に飛び交う小映え。流しにはゲル状の腐り切ったものが入ったままの鍋やフライパンが山積み。そこにも牛がうじゃうじゃいた。二人で叫びまくって、A もやってきて三人で絶叫。驚きが終わると、もしかして俺はここで作った飯を食ってた？と気づいてその場で吐いた。吐いて吐いて吐きまくった。胃液しか出なくなっても吐いた。泣いた。A も奥さんも涙目だったけど、うずくまって胃液まみれで俺が泣きじゃくってたら奥さんが、掃除します。と立ち上がって出かけていった。俺は A に連れられて風呂場に行って、シャワーを浴びてリビングで泣いていた。時々吐いた。奥さんはまずバルサンを炊きまくって小林を殺し、壁からも天井からも落ちてくるウジバルサンで死なないらしいをほうきと雑巾で叩き落とし吐き集め、腐り切った料理の残骸を捨て、台所中にハエ取り紙を吊るしてくれた。嫁が起きまくったと思われる脱臭剤にもウジが湧いていたそうだ。嫁は帰ってこなかった。逃げたんだなと気づいたのは、ウジまみれになった奥さんがシャワーを浴びてからのことだった。その日は A の家に泊めてもらって、次の日に病院に行った。嫁はその頃友人の家を転々としていたそうだ。捕まらないので、先に嫁実家に連絡した。義父母は、やっぱりちゃんと料理してるなんて嘘だったんだ。と半泣きだったが、台所をウジまみれにしたのはなかなか信じてくれなかった。A が俺がもう嫌だ別れたいと泣きながら繰り返すのを聞いて、もしかしてと掃除の途中で撮っておいてくれた写真でようやく納得してくれた。泣きながら謝られた。一刻も早く別れたくて、義父母に連絡した日うちに弁護士事務所へ行った。最後の方を思い出すと吐き気が未だにするので、どんどんあっさりした内容になったけど、こんな感じ。途中からすれ違いかな。すまん。うじ騒ぎの時に俺何もしてないんだよな。その自己嫌悪もある。ここのみんなも、ここまでになったら離婚するだろ？経営台所ってそんなになるんだ。すげえ。うちは完全に密閉された個室状態の台所だから、こうなったのかも。でも 1K の小さな台所もこうなるらしい弁護士が調べたらしいから、ほっとくとこうなるんじゃない？
時期もちょうど初夏だったし。嫁はどうなったん？とりあえず放っておいたら遠からずで、真実台所放置の部分だけを聞き出した嫁友人に連れられて戻ってきた。そのまま嫁実家に連れ帰ってもらった。顔を見ると吐き気がした。怒りとかじゃなくて生理的に不臭が蘇って無理だった。今は離婚の条件が折り合わなくて別居状態。まずいとかで済まされるレベルを完全に超えてるな。正直、まずいで済むうちはまだいいと思う。どうしてそうなったのかがわからんな。嫁曰く、あなたがあんまりけなすから、汚いもののような気がして片付ける気が起こらなくなった。一度片付けなかったら、腐っていって余計に片付けられなくなった。らしい。まあ気持ちはわからんでもないが、でもな、そこで料理できるのも、料理したものを出せるのもわからん。条件主張してくるんかい。すげえ厚顔。実際別れるとなると、いろいろ難しいもんだ。俺は一刻も早く別れたいのに。美人だったんだろうにもったいねえ。謙虚に料理勉強して微笑んでりゃ一生安泰だったろうに。黙って微笑むの部分がすでにありえねえ。俺もそういう女はあんまり好きじゃないんだが、でもここまで来ると黙って微笑まれてた方がいい。しかし嫁親は普通の親っぽいのに、どうやったらそんな娘が育つんだ？頭悪いにも程があるだろ。おつ、なんかホラー小説のような嫁だな。俺も読んでて寒気がしてきた。つか、何がどうなってそこまで病んだんだ。嫁は別に病んでいたわけではなく、これは本人も言っている単にどんどん腐っていくものをどうしていいかわからなかった様子。でも、あんまり手抜きばかりすると、それはそれで義父母に連絡されると思ったようで、あの台所で料理していたらしい。手抜きでいいんだけどな。義父母は嫁がろくに料理なんてしたことがないと知っていて、簡単でもいいからちゃんとしたものを作りなさい。と結婚前に、ごく基本の料理は教えていたらしい。味噌汁は出汁を取って、味噌を溶いて、とかそういう。だから出汁を取る。味噌を入れるという工程は間違っていたことはない。味の干物やちりめんじゃこから出汁を取っていたんだけどな。まさかそこまでのものだとは思っていなかったそうで。なんつうか、食材の見分けが全くつかないとことか、台所をうじだらけになるまで放置しちゃうとことか、病んではいなくとも、脳の認識に障害があるように思える。いるんだよ。先天的にそういうものの区別がつかなかったり、判断ができないってのが。俺は専門家ではないので、何とも言えないんだけど、そういう障害でもないと思う。教えれば牛豚と鶏の区別はすぐにつくようになった。ラディッシュとサツマイモの区別も、長ネギとセロリも、単に切り身が海を泳いでると思ってるのと同レベルの極度のもの知らずだと思う。ウジだらけ放置は、どうなんだろうな。俺も洗い物溜め込むから、いやもうそういうレベルじゃないのかな。まあもうすぐ他人だからどうでもいい。一瞬であんなに冷めるなんてすごいわ。お前も気づいているだろうが嫁は単なる料理ができないって種類とは違うぞ。台所の惨事は711が言うように一時的なものかもしれないが病だ。それが脳なのか心なのかはわからないが、離婚の際の最後の情けで、しっかりそれなりの期間を受診させてやれ。一時的に判断ができなくなっていたっていうのは、それはあると思う。でもなあ、その飯自分で食わないんだぜ。俺には食わせてたのに。あそこで作った飯がヤバいってことは分かってたんだぜ。親に言われるのが嫌だったと本人は言っているから、ヤバいって分かってるもんを俺に食わせてたんだぜ。俺にも確かに責任はあったけど、どうしても本当の意味で判断能力が狂っていたとは思えない。一時的に判断ができなくなっていたっていうのは、それはあると思う。でもなあ、その飯自分で食わないんだぜ。本人はプライドなのか何なのか。絶対あの時は正常だった。と言い張るんだから、もうそれでいい。そんなになるまで台所って入れさせてくれないものなの？自分で水飲んだり、食べた食器下げたりもさせてくれなくてブロックされてたの？完全にブロックされてた。俺もドリンク用の小さい冷蔵庫がリビングにあるからあえて入らなかった。あの時入っておけば、まだまずいのなんだのと幸せにラーラーやれてたのかもしれない。いくらなんでもそれだけハエがいて部屋の中にだけ留まるわけがないし、匂いだってするはず。完璧にネタだな。ネタなんだよな。本当にネタなんだよな。お願いだからネタだって言ってくれ。申し訳ないが、本当だ。これからの季節は注意。コバエってすぐ湧くな。俺もネタ認定するわけじゃないが一緒に暮らしてる家の台所がそんな状態になるまで気づかないってのがどうしても引っかかる。匂いだってするだろうに。俺も結婚してからは基本的に女房任せだが、冷蔵庫はキッチンにあるから飲み物取るときは入るし果物の皮剥いたりコーヒー入れたりするときもしかり、放置に関しては夫婦同罪な気もするな。そもそも飯作ってるとこ見るな言われた時点で俺なら飯まずも含め原因調べる。DVD 云々言うからには嫁さん一人で外出することはあったんだろうし。うん、いろいろ指摘はあるが、全部向こうの弁護士にもいろんな人からも言われたことだ。俺も自覚はあるつもりだよ。みんなは嫁が触るな、見るなって言っても、ちゃんと見ろ。
確かめろ。そうじゃないと極端な話こうなるぞ。ここにもよくいるだろ、触るな見るなに逆らえない人。やり直せると思ってた頃もあったよ。でも俺はもう無理。みんなは頑張れ。つかさ、泣き言言う682の気持ちもわからんでないけど、一番の被害者ってええ嫁だろうが、何が悲しくて初めて言った。しかも行為で他人の家でうじまみれになって掃除しなきゃいかんのさ。普通の女ならそのまま裸足で逃げ出すぞ。しかも682もええも全然掃除手伝ってないんだろ。682は自分の女見る目がなかったんだから自業自得だが、そんなお家に連れてかれてお嫁の後始末させられて、下手すりゃええ嫁は離婚考えるぞ。お前ちゃんと謝罪したのか？あ、それはしました。謝罪もお礼も本当申し訳ない。何も言い返せませんが、A のところは相変わらず夫婦円満のようです。まあちょっと顔はいいか知らんが、恐ろしい性格ブス嫁だな。とりあえず682は次にうじが湧いたら自分で掃除な。人に迷惑かけんなよ。壮絶だ。トラウマになりそう。とりあえず早く離婚成立して落ち着くといいな。俺カレー食いながら読んじまったよ。最悪な嫁と結婚してしまったエッチでしたが、ようやく離婚に持ち込むことができてよかったですね。ここまでひどい目しまず嫁もいるのかと思わされたお話でした。